陸上自衛隊初となる水陸両用戦部隊水陸機動団が2018年に創設される。準備は着々と進んでおり、15年には水陸機動準備隊が立ち上がり、九州沖縄地域の防衛警備を担当する西部方面隊の各部隊から人選を始めている。この水陸機動団の母体となるのが02年に創設された西部方面普通科連隊である。略して西広司連と呼ばれている。拠点は長崎県佐世保市の愛の浦駐屯地だ。この部隊を拡大改編し、各部隊から選ばれた精鋭を加え、3000人規模の水陸機動団とする計画だ。西部方面隊は南北1200キロ、東西900キロと広大な管轄エリアを持つ。有人、無人合わせて2600もの島々がある。これらの島嶼部に敵が侵入してきた場合、海上自衛隊の艦艇を使って進出し、奪還作戦を繰り広げるのが西広司連の任務だ。一般的な普通科連隊が1000人規模なのに対し、西広司連は約660人とコンパクトなのが特徴。装甲車のような重車両は配備せず、着上陸後は徒歩でひっそりと山中を移動し、敵を奇襲するゲリラ戦を得意としている。本体が安全確実に上陸できるよう、水陸両用型の装甲車 AAV7 を56両程度配備することも決めた。試験用として現在6両が配備されている。海自輸送艦大隅型に積載するため、現在同艦の改修が行われている。